西武ドーム球場の J スポーツ放送ブース2007年撮影。その隣が文化放送イコールライのブース松田スタジアムのアナウンスブース。放送席にチャンネルロゴと番組のサブタイトル野球好きのロゴの横断幕を掲示。J スポーツスタジアムは J スポーツが制作、放送しているプロ野球中継のテレビ番組なである。また、 全日本大学野球選手権大会などの J スポーツが放送するアマチュア野球中継も同タイトルで放送される。サブタイトルは野球好きで中継内のスコア表示にも常に表示されている。また、2011年は東日本大震災があったこともあり、野球好きの代わりに頑張ろう日本と表示されていた。2020年現在、 中日ドラゴンズ広島東洋カープのセントラルリーグにチーム及び東北楽天ゴールデンイーグルスやオリックスバファローズのパシフィックリーグにチームが主催試合を連日放送している。2012年まではパリーグのチームを含め最大6から7チームあった。放送開始時刻は試合開始の5分前から放送している。放送終了時刻は 試合開始の4時間後としているが、それまでに試合が終わった場合は、フィラー番組として、過去に放送された、J スポーツワイドのミニ特集や番組案内などを放送する。放送の対象となる複数の試合が重複し、J スポーツの所有する、どのチャンネルでも生中継できない場合は、同じスポーツ系の専門チャンネルであるがおらか、スカイエースポーツでアクティブ。 ベースボールとして生中継を行い、J スポーツでは当日深夜や翌日の昼に録画中継していた。パリーグの街頭チームの試合は主催全試合を中継するが、セリーグの各球団の対読売ジャイアンツ戦に関しては、地上派で全試合放送されていた頃から、日テレジータスなどの在競技局系列の CS 放送局で生中継されることがほとんどで、 大巨人戦の中継本数は非常に少ない。これは放送権利を獲得したツボネが BSCS の放映権も一括して獲得するためである。ただし、テレビ東京はプロ野球中継を行う CS チャンネルを所有していないため、これらのツボネが放映権を獲得した場合は J スポーツが CS 放映権を得る場合があるが、 テレビ朝日直営になって、以降は朝日ニュースターで放送することになった。かつてはセリーグで優勝が決定した後の消化試合を J スポーツでたびたび中継したことがあったが、近年はクライマックスシリーズの導入に伴って消化試合が少なくなったこともあって J スポーツが放送することは少ない。クライマックスシリーズについても、 J スポーツが中継を担当する球団が進出した場合の主幹試合をペナントレースの放送方式に準じた形で放送する。日本選手権シリーズは2009年までは放送実績がなかったが2010年の日本シリーズのうち地上波全国放送が行われなかった第1.25戦を生中継した。なお2009年以前から 同大会の関東選手及び優秀選手に対して賞金を贈呈している。2005年度から2008年度までは東京ドームで開催されるアジアシリーズを全試合中継していた。2009年度と2010年度は日韓クラブチャンピオンシップの生中継を行った。また、2009年からファーム、日本選手権の生中継を行っている。 放送予定試合が中止になった場合やオフシーズンに再放送を行う場合がある。この場合、J スポーツが制作著作にクレジットされていない試合は基本的には再放送されない。J スポーツプラスがハイビジョン放送を開始した2007年7月から西武戦がハイビジョン制作となる。その後、J スポーツ ESPN のハイビジョン放送開始に伴い、2009年6月からソフトバンク戦がハイビジョン制作に移行。J スポーツ1.2のハイビジョン放送開始に伴い、2010年度から他球団も一部地方球場での試合を除き、ハイビジョン制作となった。なお、2010年までは標準画質チャンネルでは原則4、3サイドカットであるが、広島戦。 中日戦は16、旧レターボックスで放送している。その他のカードも2011年より16、旧レターボックスで放送している。ここでは、J スポーツ、並びにその源流となる、旧スカイスポーツと、旧 j スポーツについて触れる。旧スポーツ ISPN については、ドラマティックプロ野球、パ、お参照のこと。年に数試合。 冠無理協賛スポンサーをつけて放送する試合がある。その場合は、プレゼンツ、J スポーツ、スタジアムとなり、クレジット上は、一社提供番組となるが、実際は、スポットスポンサー、番組宣伝があるため CM がそのスポンサーで、統一されているというわけではない。これらの試合では、冠無理協賛者から視聴者プレゼントが行われる。なお、 サブタイトルの野球好きの由来は、オリックスロッテ戦の実況を担当し、オリックス戦中継のプロデューサーでもあった、大前和樹によると、番組プロデューサーの三木慎太郎の発言、それにしても、毎日毎日野球を見てる僕らは、ほんま野球好きやな。そや、番組タイトルも、野球好きにしたろ、から来ているとのこと。過去に J スポーツの前身 スカイスポーツにフジテレビが出資していたことの名残から、フジテレビ系列局、または、その関連団体が制作に関わっている場合が多かったが、パリーグを中心に球団が制作に関与することが増えたため、その割合が減ってきている。以下の J スポーツアナウンサー及び J スポーツ解説者とは、J スポーツと出演契約を結ぶフリーアナウンサー、及び解説者を指す。 中日戦、広島戦、楽天、オリックス戦、地上波同時放送時は、原則として、同一の中継映像を使用するが、J スポーツ独自中継の際は、独自映像を使用している。ベースは、全員球団共通だが、各球団、制作会社ごとに、それぞれ微妙な違いがある。2007年には、ソフトバンクと、オリックス専用のスコア表示が一新された。 ロッテ戦は2008年より J スポーツ表示を採用。2009年にもスコア表示の変更が加えられた。オリックス戦は一旦2008年に独自仕様になったが2009年より J スポーツ表示を再び使用。2010年よりスコア表示を一新。今まで独自仕様を使用していた中日、広島戦も共通スコア表示を使用することになったため、 J スポーツスタジアムで放送される中継はこのバージョンに統一された。カウント表示は画面下に横長に表示。一番左にイニング表示でそれを山形のランナー表示で囲う。その右にホームチームロゴ、ホームチーム得点、ビジターチーム得点、ビジターチームロゴの順に表記。攻撃中のチームはチームロゴの下に赤い線が入る。ボールカウントは B ゾ表記に変更された BSO を緑丸、黄丸、赤丸の順に表記。一番右にサブタイトルの野球好きのロゴが入る。テロップは4、3対応の位置に表示し、サイドカットの場合切れてしまう部分は情報を載せないようにしている。2011年は野球好きの箇所に東日本大震災被災者応援のための共通スローガン。 頑張ろう。日本の字幕を入れている。また、原則として16、9レターボックスでの放送になったため、デザインを変更はないものの、カウント表示などのサイズが大きめになった。2015年に再び一新された。オリックス戦は、12、東北放送、東日本放送、仙台放送でも同時放送される場合に限り、 野球好きのロゴを省いたものを使用される。またオリックス戦のみ右側に球数表示がある。2016年からは前年のデザインを維持しつつカウント表示におけるホームチームとビジターチームの位置を逆にしている。2018年からは英語の表示が日本語に変更。例えば松田スタジアムでの広島対中日戦の場合。 中日0から0広島になっている。なお、楽天戦は2015年まで、東京ケーブルネットワークと TCP 提携による中継で、パリーグ TV と他の独立民放 BS、球団公式映像を使用して中継を行う、東北放送、東日本放送、仙台放送には、TCNTCP 制作の楽天主催ゲーム用カスタム版が使われたが、2016年は、 提携する制作会社がエクスプレスに移常されたためデザインが変更された。いずれも J スポーツでは当番組仕様の字幕に差し替えていると J スポーツと字幕を差し替えて放送を行っていた。J スポーツの時代から原則としてその日の地上波中継を担当する在名局の解説者が出演するが地上波とは別立てで担当する。 NHK 名古屋放送局制作試合でも映像供給を受けているが、制作者は J スポーツのみ表記される。テレビ、愛知制作分の場合、2005年までは地上波同時放送だったが、2006年からは NHK 名古屋放送局と同様に映像供給を受け、実況を独自で行っている。ただし、制作者はテレビ愛知とクレジットされ、2007年までは、 スコア表示もテレビ、愛知仕様をそのまま使用していた。2008年からは、J スポーツとテレビ愛知の連名となり、スコア表示も、J スポーツ仕様を使用している。その際は現地に派遣されず、スタジオから放送するから出張となることが多いが、2015年は、東海ラジオ解説者が出演する場合を中心に、現地放送席からの放送となる例がある。 2012年のクライマックスシリーズファーストステージの第一戦においては森重和の他に特別ゲスト扱いで元監督の落合博光が解説席に加わった。以下の解説者は出演頻度が比較的高い。前述の通り地上波同時放送のため出演者も同じである。NHK 広島放送局での放送の場合、 もしくは地上波放送がない試合は、基本的に TSS プロダクション制作となり、テレビ新広島か J スポーツの解説者が登場するが、稀にテレビ新広島地上波メンバーでの裏送りとなったり、裏送りを中国放送が行う場合もある。また地上波が、録画中継放送時は、生中継を J スポーツに裏送りすることがある。 NHK 広島放送局制作文は映像は共有するが実況は独自に差し替え制作者は J スポーツのみ表記される2010年からは在校局での地上波中継がない場合は各局もしくは TSS プロダクションなどから映像提供を受けて東京からのオフチューブでスコア表示や実況を当てることが多いが一部試合では現地から中継する オープン戦を中心に在庫局での地上波放送が、テレビ局や番組スポンサーとの提携イベントとの連動した企画を盛り込んだり、出演するゲストや解説者の契約の都合などで、J スポーツでの同時放送が困難な内容となった場合に、J スポーツ側で別に、実況、解説、差し替え映像、スコア表示を用意する場合がある。川光が監督。 高知等で、現場復帰して、テレビ新広島専属解説者が不在となっていた。時期は、地上波同時放送時は、フジテレビ、関西テレビ、東海テレビテレビ西日本等フジテレビ系列各局の解説者が随時、出演していたが、2014年は、以前から J。スポーツ単独放送分に出演している、との県事もテレビ新広島地上波向けを担当した。 他、その他在校局との専属契約を結んでいない、広島 OB が本数契約で出演していた。達川が解説者を務めた期間もダブル解説で、通常本番組に出演しない、富士テレビ系列局解説者が出演する場合があったが、2015年は、広島のコーチを退任した山内康幸と専属解説者として契約した。その後も、達川、 西山や他球団 OB を含む本数契約の解説者や系列局解説者と3内のダブル解説での出演がある。中国放送も地上波同時放送時には、絹笠義夫、川口和久、牛島和彦、加藤慎一、岩本つとむ、山少子等 TBS 系列各局の解説者や、金本智明、高橋義彦、 二宮清純等フリーの本数契約解説者が出演したことがある。また、広島テレビの中継で、ビジター地元局へのネット字を中心に系列局や、フリーの解説者が出演する場合、辰波和義、岩瀬人則、川藤幸造、若名義春、西崎幸弘、黒田博樹等がある。広島ホームテレビ制作文では、2019年6月8日の、 対ソフトバンク戦では、松中信彦がゲスト出演したほか、2018年5月13日に、朝日放送テレビとの共同制作、2曲ネットの予定で、福本豊が出演予定だったが、雨天中止となった。また北別府が、病気療養のため活動を休止した2020年と、体調の回復途上で、 スタジオ出演番組限定で復帰した2021年は、テレビ朝日との出演日程調整の上で、前田智則が大半の試合を解説を担当することになった。本数契約解説者について、井端博和は2021年までの時点で、対巨人戦以外に、金石昭人は、対巨人戦以外の広島主催分にそれぞれ出演していないことから、 2021年7月14日の対中日戦で初出演するまで結果的に本番組への出演実績がなかった。J スポーツ制作文に出演の解説者には地上波の広島戦ではビジター地元局側の別制作文に出演した例がある。2019年シーズンに担当した実況及びリポート担当アナウンサー。中日戦。 広島戦楽天戦オリックス戦セ,セリーグ、東海テレビ、CBC テレビが地上波で中継する場合はその、ぼ根のアナウンサーが担当する。なお、2010年までは公式戦では、リポーターは登場していなかったが、過去に、オープン戦中継を、東海テレビプロダクションが制作した際に、相葉俊恵が起用されることがあった。2011年からは、 東海テレビ制作分は下島兄がリポーターとして登場する。スケジュールの都合で出演できない場合は、東海テレビアナウンサーが代役を務める。CBC テレビ、J スポーツ制作分は、リポーターなしで放送し、実況アナウンサーが出場した選手の談話を読み上げる。原則として、地上波4局と同じ解説者やアナウンサーが担当するが、 J スポーツ単独放送時や、地上波民放の都合で、J スポーツが別映像を制作する場合や、NHK 広島放送局の映像を使用する場合は、テレビ新広島解説者の山内康之か、J スポーツ解説者とフリーアナウンサーの担当となる場合が多い。なお、J スポーツ単独放送の場合は、稀に、中国放送やテレビ新広島のアナウンサーと、 J スポーツ解説者の担当となる場合もある。地上波同時放送時には、稀に対戦相手の地元系列局のアナウンサーが、ベンチリポートを担当することがある。かつては、在競技局、在阪局のアナウンサーが、広島ローカルの実況を担当した事例があったが、J スポーツへの配信開始後は、実例がない。パリーグスカイ A で中継していた2008年以後、 球団主導、クロステレビビジョンによる中継を実施するようになり、その頃から、フリーアナウンサーによる実況、並びに、楽天 OB や楽天ベースボールスクール講師者が解説に当たっている。これに、球団専属のレポーターが両軍を通して一人、ベンチレポーターを担当する。それ以前は朝日放送テレビが制作を担当し、朝日放送テレビアナウンサーが実況を担当したが、 要因の都合により、地元系列局である、東日本放送アナウンサーが担当することもあった。放送開始当初から、J スポーツにフジテレビジョンの資本があった、関係上、系列の関西テレビとその子会社、メディアプルポ、およびエキスプレスが中心となって、中継を行い、関西在住のフリーアナと、オリックス球団職員の大前和樹のほか 試合によって、関西テレビ、朝日放送テレビから派遣されたアナウンサーが実況を担当している。これに、球団専属のレポーターが、基本は両軍を通して一名が加わる。また解説者も、基本的に、オリックスとその前身の OB が解説に、携わっている。再び中継するようになった2015年は、ブ2 3テレビでも、J スポーツと同じ映像を使用するが、 実況と解説を上京2曲とは別に、J スポーツ側で別に配置する場合がある。ヤクルト、横浜戦、日本ハム、ソフトバンク戦、ロッテ戦、邦楽アーティストは2016年度以前はソニー系のレコード会社の所属である。富士ファブリックは2010年1月にソニー系レコード会社へ移籍。片平里奈はレコード会社は、ポニーキャニオン、所属事務所は、 ソニーミュージックアーティストツ個人事務所。2016年のフレデリックは、アミューズ、エースケッチ。2017年度のレゴビッグモールは、ウーロン社、エースケッチ所属。2020年度の富田潮里は、EPIC レコード、ソニーミュージックアーティスト二2021年の東京スカパラダイスオーケストラは、カッティングエッジ、ソニーミュージックアーティストッス例外。ありがとうございます。